はい、皆さんこんばんは、経営者の和、広吉と乗吉です。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日ですね、ゲストさんがですね、ズームなので、目の前にもう映ってる状態なんですけども、はい、ね、せっかくだから来ればいいのにね、来ないっていう、なんか、これは多分あれだよね、俺の今までの、行いが悪いのか、あいつの、日頃の行いが悪いのか、ひろきさんですか、ね、どっちが悪いのかわからないけど、まあね、参加してくれるってことなので、後でご紹介していきたいと思います。はい、今日はですね、雪がね、バンバン今降っておりますが、うん、吹雪の中ですね、放送は始まるというですね、お正月一発目にして、すごい波乱の一日なのかなと思いながら、うん、スタートしております。はいはい、山田君お正月何したの？お正月は旅行行ってました。旅行どこに？沖縄行ってました。あれ、なんで？なんで理由あります？安かったんです。あ、そうなんだ。3泊4日でホテルと飛行機代込みで1人4万って安くないですか？おー、安いかもしれないね。安いです、安いです、うん、そう、なんかそれがあったんで沖縄行ってました。1泊、ん？ 3 泊4日3泊4日ホテル付きで、ホテルと飛行機代。あ、それは安いかもしれない。あとレンタカー代です。4日分の。それで4万円1人4万円はい。あー、それは安いね。安いです、めちゃくちゃ。まあ行きたいとは思わないですけど全然行きたいとは思わないんですけど、はい、まあ、一応ね、寒いところからあったかいんでしょ。あ、うん、まあめちゃくちゃあったかかったわけじゃないですけど、15度から20度ぐらいなんで全然過ごしやすかったです。へー、はい、素敵な、お正月ですな。はい、実家にも帰らず。実家は帰ってないですね。親不孝もんだすな。なんて親不孝もんね。来週帰ります。はい。まあちょっとくだらない話しつつですね。はい、早速今日のゲストさんをお呼びしたいと思います。はい、Zoom で作家で、画面上でではワイプみたいな形になると思いますけども、株式会社メインクの、代表取締役辻亮さんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。実はですね、辻君にはですね、僕たちの映像はほぼほぼ映っておりません。僕たちが映像じゃないね。この僕たちが見てる画面は映っておりません。うんうん、はい。なので、どうなってるかが全くわからない状態でズームをやるというですね。辻君にとってはちょっとハードルが1個高い状態で、やる、今日の放送でございます。はい。はい。で、早速ですね、経営者の和ということなので、辻君のお仕事紹介と、お名前、お仕事紹介等ですね、していただこうと思いますので、まずよろしくお願いします。はい。もう喋っちゃって大丈夫ですか？喋ってよ。はい。すいません、急遽というか、まあ、そちらに参加しないといけないっていう、強制じゃないと思ってたんで、ちょっとズームにしております。すいません。はい。で、会社がですね、株式会社メインクと申しまして、ウェブマーケティングや SNS マーケティング、あとウェブ制作、あとは、人材紹介などをやらせていただいている会社になっております。で、会社自体が2021年の1月に創業してから、今もう3期終わって、今4期目、がちょうど今年の1月から始まっている、まあ、まだまだ全然ベンチャーな、企業になっております。で、従業員はまあアルバイトと、業務委託含め、まあ、約10名ぐらいで、稼働している会社になっております。で、結構、いろんな会社様とお取引させていただいてるんですけども、まあ、主に、店舗ビジネスをやっている企業様個人の、方がお客様で多いです。飲食とか美容とか医療系のお客様が多いので、何かしらそういった店舗ビジネスを展開されている方に、いろいろなマーケティング支援、いわゆる集客の支援っていうのが、まあ、お手伝いできるかなというところがありますので、もしなんか、お困りごとがお友達とかでいらっしゃいましたら、ぜひご紹介いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
すごいね、教科書通りみたいなお話していただきましたね。そんな教科書通りじゃなくてもいいんだけどな。まあいや、はい。ね、今や、4期目ということで、ね、日本の中の会社の、3割は、3割、4割ぐらいは3年で潰れると言われてるぐらいですから、4期目に入ってるぐらいですからね、ちゃんとしてる会社なんだろうなっていうのはきっと、奇数によっても、分かると思うんですけど、うん、まあ実はね、うちの、ホームページも辻君のところにお願いしてて、辻君のところにお願いしてて、なんか今変な音だったよね。僕の多分パソコンです。はい、そうそう。辻君のところにはお願いしてて、うん、辻君のところのホームページも今、実は画面に出すこともできるんですね。辻君見れませんけど。はい、出せますか？はあ、出てる。そう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 。メインクという会社様でございますね。21年か。はい。まあ、素敵なね、ホームページ、うちもそうですけど、素敵なホームページでですね、うんうん、毎月何も、まあ、1項目ぐらいは、変更してもいいんだっけ？いや、基本項目、文章とか、写真とかだったら別に何回でも変更していいんだ。更新していいんです。けど、例えばなんかページをなんか作りたいとか、うん、作り込みたいみたいになると、ちょっとまた別途っていう感じになっちゃうんですけど。うんうんうん、なんで細かいところはね、月々の費用で、全部やってくれるっていうところなので、うん、うちもそうやってやってもらってますが、一度も変更したことはございません。あ、まあ一回変更したね。住所と電話番号ぐらいでね、変更したの。3年ん2年ぐらいもう辻君のところにお任せしてますが、一回しか変更してないっていう。はい、ありがとうございます。有料なお客様だと思います、私。文句を言わない。文句を言わず辻君に言われた通りにそのまま進むっていう。ね、一番最初のトップ画面も実は辻君に作ってもらってて、僕と山田君、僕と山田君が写ってる写真ですね、もう辻君のところのデザイナーさんが作ってくれるっていう、これのですね。そうそうそう、これの、うん、っていう感じで、まあ頑張ってやってる感じなんだよね。はい。まあね、経営者会の中でもなかなか、僕たち経営者会、3人のつながりは同じ経営者会に入ってるっていうつながりなんですけど、うん、その経営者の会の中でも辻君といえばみたいなね、あの人しかいないぐらい、まあ、有名な人ですから、うんうん、なかなかね、有名なんですけどね。辻君がすごいな。といえばというか、まあ、辻ってあんまいなくないですか、ね、いるよ、辻優子さんがいるじゃない。いや、2人ぐらいしか辻君といえばっていうと 2,3 人とかですかね、いても。もう一人いた、うん、いや、なんかもう僕入れた人もう辞めちゃいましたけど、辻さんっていう人入れましたよ。ああ、そう。え、兄弟だったの？いや、全然兄弟なんでもないです。ああ、そうなの。辻さんといえばっていうよりは、はい、そのエリアといえば、ああ辻さんだよねみたいな感じですよ。ああ、そうだね。まあまあエリアの顔みたいな、うんうん、サブ的な顔みたいな感じになってますから。まあ、サブ。まあ一番はあのお方がいらっしゃいますから。まあまあ、まあまあまあそうですね。あの方にインパクトで勝てる人はいないと思いますよ。そうですね。勝てないですよ、それは。まあ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 、そんな感じでですね。まあ。プライベートではそんなに遊んだりはしないんですけども、月に1回必ず飲むみたいな、そんな感じの、3人の仲間でございます。はい、うん、辻君はお正月どこ行ったのよ。正月はもう本当山田とは正反対で、ちゃんと実家に帰りまして。ちゃんとって。実家どこなの？え、実家どこなの？実家は今横須賀ですね。横須賀の横須賀中央というところで。あ、へえ。実家には、おそう、まあ、実家がありまして、まあ、そこで毎年、ここ本当起業してから3回連続ぐらいは、本当に3年連続は実家帰ってて、めいっ子と遊んでます。まあめいっ子は可愛いですよね。うんうん、そうですね、もうめいっ子はめちゃくちゃ可愛くて、まあ、やっぱり
めちゃくちゃ可愛いんですよ。語彙力なさすぎだけど大丈夫かな。ちょっと自慢していいですか。ああいいよいいよ。めいっ子、皆さん知ってるかと思うんですけど、小学1年生ってわかります？うん、CM とかで、うん、それのモデルになってるんですよ今。あ、そう、そんなのもできちゃうの、はい、3000名か4000名ぐらいだと思うんですけど、応募が。その中の、まあ、10人ぐらいに選ばれてる。へえ、うん、あ、なんかそれ載せてました、Facebook かなんかに。うん、インスタで載せてて、うん、なんか見た気がするな。最近 YouTube もその小学館から YouTube が CM みたいなのが流れて、それにもう抜擢されてますね。はあ、すごいもんだね。あ、でもテレビ出てるんですか普通に。いや、テレビじゃなくて YouTube の CM かな。インターネットのその CM、はいはい、広告みたいなのに出てるのかな。まあなかなかあれでしょ。でも辻くんの姪っ子だから、お、ん、妹さんの、いや、兄の、娘ですね。兄の娘か、はい、まあ一番可愛いな。おいっ子、姪っ子可愛いですね。そうなんだよね。あれ、山田くんいるの？おいっ子。おいっ子が2人います。おいっ子が2人、めっちゃ可愛いです。本当に、ほんも姪っ子なんだよな。姪っ子やっぱり何にしても可愛いんだよね。ねえ、本当にあれは可愛いんだよ。あれ、でも3人に共通してるのは自分の娘がいないってこと、娘息子がいないってことですか。いや、俺いるよ。あ、いるのか。あの、公共の放送で言っていいのかな。分からないけど。いや、いるよ。俺触れないでおいたのに。いるね。いますね、うん、残念なことに、ね、届いてるかな、届いてたら困るんですよね。届かなくていいんです。あれ、今日ね、違うの、俺をいじり倒す日じゃないから、うん、辻くんいじり倒す日だから。そうなんですか。ひろきさんをいじる会じゃないですか。違う毎回そうなっちゃ う, そ う, そう、毎回それやめてくんないかな、うん、本当に俺をいじるの、うん、ネタじゃないんだから。そういう会だと思ってましたけど、会じゃないんだよ。まあまあまあ、辻くんそれ映ってるからね。今の、あ、大丈夫、はいはい。まあまあ、そんな感じのお仕事をされてます。プラスですね、あれ TikTok だっけ、はい、YouTube だっけ、 YouTube、 TikTok、 YouTube、 TikTok、 インスタ、うんうん、あれ3つもやってたっけ。がどうしたんですか。やってます。いや、ほら、辻くんがメインになって映って、社長とはみたいな話をする、あ、営業とはみたいな話をする、営業、会社単体と、まあ自分の個人でも発信してるっていう感じです、うん、ああ、これ辻くんの、これはインスタだな、インスタが、探し当てましたですね。ここのスタッフさん本当優秀なんです。あるんですって言うと探し出すんです。会社だと、そうですね、今、そうです、 YouTube が意外と伸びてるって感じですね。ああ、そうなんだ。でも今のは多分辻くんの、インスタだと思う、個人のやつだと思う。あと、どっちかというと TikTok の方、うんうん、あ、これ YouTube だ。そうだ、 YouTube のクイズが大好きな、クイズ。でもこれはあれですよね、辻さんが出てるというよりは辻さんの会社の社員の方が出てる感じですよね。そうですね、そっちがメインに出させてますけど、うん、僕もたまに出てますね。出てます、はい。へえ、これ俺やってみたい。俺2問目で終わると思うけど。俺絶対無理だけど。これ結構難しいっすよ。結構ね、頭使う。もう、うん、何回かちょっと見てたけど、うんうん、全然答えられないことがあるよね、うんうん、うん、ひろきさんは確かにね、場所に、あそこ場所に立つっていうのが多分難しいんだろうね、うん、もう慣れですね。そうだ、それはね、ほら、何回もやってる人たちはさ、ああやって楽しめるかもしれないけど、うんうん、一番最初にやった人たちってなかなか難しいじゃん。そうですね、うん、あれは撮り直ししてもいいの。撮り直しダメです。あ2問目で終わるよね。あれ、罰ゲームまでつけたら面白いのにね。本当に完全パクリになっちゃうけど。
そう、罰ゲームをつけるとちょっと長くなっちゃうからどうしようかなみたいな感じはあるんですけど、別枠で作れば、そうですね、別枠で作ってもいいのかなと思います。別枠で作ってもなんか30秒にも満たないよね、多分罰ゲームまあいろいろなちょっと面白いゲームとかクイズとか、まあ、そういったものをちょっと今後もやりつつ、面白いよね、こういうのよく考えるよね、うん、TikTok 見ててこれ流れてくるとちょっと嬉しいですもん、うん、ああ知ってるところだって、うん、知ってるからね、ちゃんといちゃんといいね押してますか、いいえ見て満足、TikTok は押してないな、だ結構多いんですよ、その皆さん、あ出てる出てるっつってそのままって、あれめんどくさいよね、あれどうすればいいの、あの TikTok、 いいねを押すんですよ、いいねと保存とかをやってもらえるいいね押したらだってそればっか出てきちゃいません、じゃあ、あのいいねってどうやって押すの、あのハートマークじゃないですか、ハートマークです、ああ、右のとこにあるハートマークを、うん、右上に、はい、ありますあります、あれを押すとなんかあるんだ、うん、あ、なんかあるかっていうか、まあ評価されるので、要は他の人に動画が行きやすいというか届きやすくなる、うん、そう、次コメントも書いてくれると、次からじゃあいいね押そう、でクソつまんねえって書いてクソつまんねえって一応フィルターかかってるで、みたいなコメントは表されないようにもう読まれてますよ本当にね、うん、やりそうだもんね俺、本当にやりそうだからないや俺も出演したいとか書いたら出させてくれるかなと思って、あ、それはそれはさすがにフィルターかかんないでしょ、うん、ベターかかんない、じゃあだからそれはあれですよ、その交流会のアカウントで出てください、なんかやってましたよね、交流会のアカウントで、 うん、交流会のアカウントでは一応撮ったりはしてますけど、うんうん、あれなんか一度も声かかったこと、山田君何回か声かかってたでしょ、いや一回だけです、あれは結局その会が始まる前に撮ってるんで、早めに来てくれる方じゃないと、ひろきさんいつも遅刻してくるから、そう、遅刻してくるから真顔で言うなよいやいや、そう、遅刻したくて知ってるわけじゃないんですよ僕だって別に遅刻魔ってみんな言いますけど、遅刻したいから知ってるわけではないですよ、そりゃそうですね、ちゃんと早く来てくれれば、いや早く行きたいんですけど、うん、早く行けないから困ってるんですよ、行けますよひろきさんなら、いやいや、この日やるから来てねって言うんだったら、ちゃんとやるよ。あ、でもそうですよね。その、うん、突然じゃないですよね、辻さん。うん、基本は、で、まあ、結局その、うちのスタッフも連れてくので、まあ、時間とか、あとは出てくれそうな人を、その交流会のメンバー見て決めてるって感じですかね。一度も声なんかかかったことないよ。いやだからいないいや声かけるって言うたじゃん、いないだろうっていう判断する、いないだろうっていう、ひろきさんは多分いないだろうっていう程度もと声かけあ、いやそれはあれだね、俺が悪いね、はい、うん、そういうイメージを植え付けてしまった俺が悪いね、だから根回ししときましょう、もう早く根回しあ、なるほどね、うん、はい、いや全然出たい人はウェルカムですよ、ああそう、はい、別に出たくはないけど、出たくないんだ、出たくはない難しい、別になんかなんか協力できるならするよっていうぐらいなんだけど出たいかって言われるとあれなんだよな、いや出たいって言ってもだって約3000名ぐらいありますけどね、そこの交流会のは、何がフォロワーさんが、ああ、フォロワーさんがね、何個かバズってますもんね、なおよ、あのほら一番最初のあれでしょあの方の発言が一番バズったでしょ、あれどれぐらいでしたっけ、再生回数結構でしたよね、結構いってますよ、だからインスタとかだと140万回再生とか、やば、さすがに100万回超えたらバズってるって言っていいでしょ、言っていいじゃないですか、いやそれはいいです、ね、そうですよね、でもその他のやつって超えてないんでしょ、他は超えてないですね、まだ、うん、最近はちょっと取りに行けてないですね、まあバズるってなかなか難しいよね、でもまああれちょっとワード的には良かったんだろうね、あのワードは、まあそうですね、キャッチーだったんでしょうね、うんうん、すごい、あの何回も見ちゃったもんね俺も面白いなと思って、ああいうのがいいんだろうな、
釣りさんどうだったら、そのバズらせる動画みたいのを撮ってもらえるってことですよね。そうですね、もちろんそのバズる要素をどうやってやっていくかっていうのを企画して撮影に臨むっていうような感じではある。うん、ざっくりさ、それをなんかこう自分で YouTube、 あ、例えば YouTuber さんがいらっしゃって、で、あの、じゃあ辻ちゃんのところに、あの、こういう企画があって、こういうふうにやりたいんですよねっていうので、こういうふうにやるっていう打ち合わせも含め、だいたいざっくりいくらぐらいを想定してればいいの？あ、一番安いプランだと、あの、5万円からうちはやってまして、うん、けどそれは撮影はなしですね、自分で撮ってもらうっていう。あ、なんか案を出すって感じなの？打ち合わせだけで終わりみたいな。案を出して撮ってもらう、うん、自分たちで撮って僕らが編集するっていう感じですね。ああ、編集はそっちになるんだ。そうです、編集はこっちです。お、それを採用してるところあるんですか？何社かありますけど、ほぼないです。うん、ですよね。それは、まあ、撮りに行くってなると、まあ、あの、新卒の給与分ぐらいはくださいって感じですね。うん、まあ、そうですよね。10万円ぐらいでね。いつの時代ですか？10万円ぐらいでしょ。いつの時代よ。うん、そんなもんじゃないの。厳しい世代はね、生きてきましたから、ね、氷河期だからね、うちの。この年代は。完全氷河期ですよ、僕らは。初任給って言われたら。そうですね、はい。しかも僕らは福島でしたから、さらに安いですよ。氷河期かける地方ですか、ね、東京のですね、東京の最低賃金。東京の最低賃金って逆にいくらなの？最低賃金は分かんないですけど、初任給のって言われたら1200円でいいの？時給はそうですけど、分かんないですけど、東京は今1113円ですね。で、1200円だったらいいでしょ。あ、1200円ぐらいですね。じゃあ1200円かける時間でいいってこと？いや、初任給って普通に会社員の初任給ってことですよね。会社員の初任給です、ね、ああでもプランによって変わりますけど、まあまあ、でも似たりよったり、そのぐらいの金額ってことだよね、大体。そうですね、それぐらいの金額を、まあ、ご契約っていう感じですね。オプションをつければ、もうちょっと高くなるし、なんかこれいらないっていう場合。本数とか、うん、どれぐらいやる、取りたいとか、もう含めですね、それによって変わってくるって感じですね。ああいうのって、俺全然わかんないからあれなんだけど、こう、一回バズらせると、一体いくらぐらい入ってくるものなんだろうね。全然わかんないです。ね。物にもよるんですかね。バズらせると、そう、一体いくらぐらいうちらにこうお金として入ってくるもんなの？まあ、だからそこがいわゆるウェブの、難しいところではありまして、うん、要はバズらせたから、じゃあ売り上げが上がるかって、そういったことではないっていうところで、広告を見ても、広告を見てもらう回数が増えればってことなの、あれって。もちろん増えで、あとはちゃんとそのアカウント、じゃあ何のためにやるのかっていう目的をちゃんと設定しないといけなくて、ただバズらせたいとかだったら別にいいですけど、そっから例えば求人募集したいとか、まあ結構最近求人が多いですけど、求人を募集したいとか、うん、あとそっからの、認知拡大からの予約を増やしたいとか、そこの動線もしっかり設定はしてあげるんですけど、それをすることで、まあ、売り上げにつながりやすくなるっていうところですね。で、例えばうちでほら、あの、ひばりでダーツバーやるでしょ。はいはいはい。あれを例えば TikTok でなんか流しますっていう、作ろうかって言った時に、はい、まあ、大学の初任給ぐらいを、あの、辻ちゃんに払えば、あの、はい、大学じゃねえや、初任給ぐらいを払えば、その1回取りに来るってこと。はい。1回取りに来るってこと。1回その金額。いや、毎月1回取りに行くって感じです。毎月1回取りに来て、毎月1回25万ぐらい取られるので、10何投稿するって感じです。15。ああ、25万円で何投稿かしていいんだ。あ、もちろん、あの、1日の撮影でもう 何本も撮るんですよ。へぇ。15本ぐらい。へぇ。それを毎月1回や、1年間みたいな。それを毎月1回撮影しに行って、で、どんどん上げていって、っていう形ですね。え、毎月1回来んの？毎月1回撮りに行きます。それを1年間の契約にみたいな感じなの？あ、まあ基本最低で半年って感じです。ああ、で、半年で初任給ぐらいってこと？
あ、違います。1ヶ月。1ヶ月で25万。要は、半年だから、それを全部作ろうとすると、はい、初任給が6人分必要ってこと？そうです。ああ、なるほどね、はい。やっぱそれぐらいはかかる、費用的にはやっぱりかかるもんなんだ。そうですね。まあ、やっぱ結構人件費として動く、プラス。まあそうだよね。取りに行くんだもんね、毎回。競合調査とか、あと台本とかも作らないといけないので。それを全部やって撮影して編集してってなると結構労力いるんですよね。それ期間的にはどのぐらいやるのが、まあ、ベターなんですか？多分半年じゃ短いですよね、本当は。まあ本当は短いです。うん、1年ぐらいはやるって、要はあれだよね、400万ぐらいかかるってことだよね。そうですね、本当にガチでPR というかやっていくんだったらそれぐらいはやった方がいいなっていうのはありますし、結局そのウェブとか SNS っていうのが改善が必要になってくるので正解がないんですよね。あとどの業者もそうですかもしれないですけど、業界も正解がないので、そのどんどん PDCA を回すっていうのでやっていかないといけないので、時間がもちろんかかる可能性もあるっていう。なんか俺辻ちゃんとこうやって真面目に話したことないかも。いつもくだらない話ばっかりしてるから。しかも僕もですよ。でしょ。いやだほら、あのね、辻ちゃんの仕事はこういう風にしてますよっていうのを、うん、もう俺らもほら長いから付き合いが、うん、あこういう仕事だよねっていうのはなんとなく想像してるけど、うんうん、深掘りしてなんかほら。ね、あの1分間でうちらの、ね、お仕事紹介します、1分半で紹介しますって言っても、うんうん、内容までは分かってなかったから、そうですね、うん、だいたい費用感的なものも分かんなかったし、うん、それがこうね、いきなり俺らもさ300万必要ですってバンって言われたら、うん、そりゃ無理だよって思うけど、うん、その内容を知ればああそれぐらいかかるかもねっていうのが分かればね、うん、だ毎月の広告費って考えたら、うん、うん、まあ安いんだろうな、うん、会社からすると。だから普通にアルバイトに、じゃあやら、まあアルバイトは違う業務もやってますけど、うん、アルバイトに任せて、まあ適当な感じで上げてもらうのをダラダラと続けるのかみたいな感じです、どっちかっていう。うんうんうん、確かにアルバイトの人件費と比べてほしいって感じですかね。うんうん、まあ一人いればね、東京だったら1200円で、まあ8時間働き、あ、7時間か、7時間働きましたって、それだけで1万円以上超えるからね。あ、そうですね、1万とか、うん、まあ約1日1万ぐらいですよね、交通費とかももろもろ含めたら。で、それを22日、まあ、フルタイムで、ね、フルタイムで働きましたって言ったら、うん、まあ大体それぐらいの金額に行くからね。まあそれを考えれば、まあ1000人として考えれば、いいものを作るって考えればそうなるのかね。そうですね、まあ本当にアルバイトでもやってるとこありますけど、結局その意識が違うじゃないですか、うん、アルバイトとか、まあ正社員とかでも結局自分の仕事はある傍らでやるじゃないですか、そういう撮影とかって、うん、専門じゃない人に頼むってなると、まあ目的はブレそうだよね。そうですね、だから結局取ればいいだけになっちゃうんですよ、うんうん、確かに取ってあげればいいみたいな、でそれになっちゃうと、うん、結局その見てもらいたい人に届かないですし、もうやらされ仕事になっちゃってるんで、うん、もう全然いいものができる、面白くないよね、っていうのが、うん、まあ基本そんな感じになっちゃいますね。うん、なるほどね。それは知らなかったな。一番安いそのプランで5万円からできるってやつに関しても本当お試し で正直その自分たちで取るっていうパターンなんですけど、それも結局相手方のやる人が誰なのかにもよって変わってきていて、うん、結局なんかめんどくさいとか、あの忙しいからっていう理由でやっぱ全然あのくれない、素材をくれないクライアントも全然います。あ、なんか想像できるな。なんかさ、その間のプランってないの？ありますよ、まあ15万ぐらいのはあるんだ。はい、そうすると本数がちょっと少なくなっちゃいますね。本数が少なくなる。うん、ああ、そっかそっか。さっき言ってた、あれに、初任給ぐらいもいいや。25万ぐらい払うと、25万ぐらい払うと、十何本取りますけど、15本ぐらいですね。15本ぐらい取って、はい、それを、まあ、毎日なのか、1日なのか、はい、こう、ちょこ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 上げていくっていうのを、本数が減るってことだね。
そうです、本数が減るってことですね。さらに減らしてなんか10万円プランみたいなのないの？プラン、あ、まあ、やりたくないんだね。10万円はあんまりなんだね。10万円はできなくはないですけどっていうところですね。1本でこう考えたら、要はあれでしょ、15本取るってことは25割る15は分かんないです、うん、そうだね。やばい、うちらのバカさ加減が。1本ぐらいってことだよね。1分動画です。いや、2本撮れない感じってことでしょ。要は要は25、割る15にすると 1.66 だから、1本に対して1万6000円ぐらいかかるってことでしょ。そうですね。それを例えばじゃあざっくりね、そんな割った金額でそんななりになるかって言ったらなりにならないんだろうけど、まあ、5本作りましょうみたいな話になるとそれぐらいの金額ってことだよね。うん、そうそうですね、本当は。だけどまあほら、それに付随してかかる費用もあるじゃない。そうですね、うん、だからもうちょっと高いんだろうけど、うん、でもざっくりそれぐらいってことだよね。一本に対して、まあ、ざっくり、そうですね。まあ本当高い業者はもっと高いですけどね。まあそうだよね。3万円ぐらいの単価とか、4万円ぐらいの単価とかは全然ざらに、業者によっては全然ありますね。うん、僕らはまだどっちかっていうと、その他の業者に比べると実績もなんていうの、めっちゃ多いわけではないので、まあだからその分どっちかっていうと価格をなるべくリーズナブルの方にして。うん、撮影ができるようにしてるっていう感じではありますね。もううちらの取っかかりと一緒だよね。うちらの商売も一番最初一回じゃあ破格の金額でバッて出したのよ。そしたらお仕事バーッと来ちゃって、どうしようっていう状態になって、でちょっとずつちょっとずつ本当に値上げさせてもらって、今のまあ大して上がってないんだけど、今の金額今の金額になってるぐらいだから、うんうん、まあ今ね、とっかかり、まあ3年目だから、あ、3年、4年目か、4年目だから、まあとっかかりだもんね、まだ。そうですね、だから今は、もともとの最低料金3万とかでやってたんですけど、一番、うんうん、安いプラン、まあそれは撮影なしですけど、やっぱ結構スタッフが疲弊しちゃうんですよね。3万は雑、ちょっと、安すぎだろう。けど結局実績がないと、いやまあそりゃそうだけど、3万はちょっとやりすぎじゃない。なのでちょっともうそのプランは廃止して、今最低でも5万円からっていうのを、うん、まあそれを考えていくと、自分たちで撮影するっていうところがあったとしても5万円ってきっと安いんだろうね。そうですね、だいぶ安いですね。うん、そっちで多分なんだっけ、なんていうんだ、編集とかその辺全部やろうとすると、あと提案、こういう撮影をしてくださいっていう撮影をしてもらってって考えると結構安いんだろうね。そうですね、安めですね。うん、でも本気でそのバズる動画みたいなのを出したいと思うんだったら全部任せた方が絶対いいですよね。いやそうなんだけど、ほらやっぱりさ、こういうのをやりたい人たちってまださ若い人たちばっかりっていうか、うん、ちょっとね、年齢層的には多分30代より下の人たち、うん、ね、上の人たちでも全然作ってる人たちはたくさんいらっしゃるけど、うん、下の人たちの多いが、下の人たちが多いから、その金額25万円を金額出してって言われると多分重いんだろうね。そうですね、やっぱりあとは、まあ、僕のお客さんもそういう年上の方いますけど、大体の方がやってきてないことに対しての不安はあるじゃないですか。うん、先行投資みたいな感じになっちゃってるからね。そうです、うん、だからそこにじゃあこの金額が出せないからっていうので、まあもうちょっとこれぐらいにしてよとかっていう、もちろん交渉はありますけど、うん、まあそれはそうだよね。お互いがちょっとウィンウィンになるこう価格帯プラス、まあ内容で一応ご提案は
しているっていうような状況ですかね。まあうちのホームページ作ってくれた時も多分ね、他の業者さんだったら、20分の1ぐらいで月額その金額だけでいいですっていう業者さんもいらっしゃる。辻ちゃんとこでやってる金額よりもね、なんだけど多分そこだともうデフォルトなのよね。そう、まあ、完全にもう出来上がってるやつを名前とあの写真だけ変えて、あもうはいこれで、あ1万円ですみたいな、じゃあ毎月1万円くださいねみたいな感じで作られちゃうから、他のホームページと全くね似たり寄ったりな感じで作られるからね、面白くはないっちゃ面白くはないんだよね。確かに変わり映えもないし、そう考えるとついちゃんみたいにこう1から、まあ1からっていうか今までね積み上げてきたものがあるから1からではないにせよ、こういう風に作ったら見てくれるんじゃねえかとか、その辺を分かってる人たちからすると、まあこのホームページってダメですよねとかいいですよねっていうのはよくわかるんだろうね。そうですね。あなんでついちゃん褒めてんだ俺。やばいやばいやばい。すっかり忘れてた。今日はいいんじゃないですか。すっかり忘れてた。今めっちゃ褒めてしまった。そうそう、褒められてる。まあ確かにね、金額からすると普通の30代とかそれより下の子たちがポンと払いづらい金額ではあるんだよね。けどその金額を払う費用対効果はきっとあるだろうって、先にねあるだろうと思うから、まあ払うんだろうけど、そこが分かんない人たちが多すぎるから、ああいうね腐ったあのホームページみたいなのがねよく増えるんですよ。急に。いや、まあ、でもみんなあれじゃない、価値あるものだからみんなお金払うわけであって、分かんないとやっぱ出したくないと思うんですよ。そうだね、そこをちゃんと説明ができれば、いやなんかなんていうんですか、安くやってって言われたら別にできますけど、その分やっぱ質は落ちますし、それでいいんだったらって感じですかね、どっちかっていうと。まあそうですね、多分ねホームページの重要性が分かってないんじゃないの。まあ、ホームページもそうですし、SNS とかもそうですね、どっちかっていうと。ツイッターに本当はやった方が誰いいに来たことはないですけどね。もういいや。もういいや。なんか面白い人からコメント来たよ。ツイッターですかこれ。ツイッターだったね。辻さんのお仕事気になりますって。コメントが来たよ、ツイッターに。ツイッターに。加藤正史さんって方。ええ。見てたんだねあいつ。見てるんだ、ありがとうしかないけど。あいつしか見てねえんじゃねえかな。まあまあまあ、でもさっきもちょっと話戻すと、ホームページの重要性を多分理解してないじゃない。ホームページはあればいい、要は会社としてやってるんですよっていう、ただなんかこうその法務局かどこかから見られるみたいな、それだけでいいですっていう人たちも、まあ、少なからずいるんだろうから。あ、そうですね、それはいますね。まあ、その人たちに対して、ね、営業したって無駄だから、もうほっとくしかないんだけど。そうですね、それは、目的がちゃんとどういうのでやりたいかっていうのがはっきりしていればいいかなと思いますね。まあ、大体そういう人たちって3年以内にいなくなってるよね。ああ、そういう方が。いきなり毒吐いて申し訳ないけど。3年以内いなくなってるよね。でも、もっと言えば1年以内にいなくなってるよね。でもやっぱなんか、僕最初ビビってたんですけどね。何を？3年以内になくなる企業は何パーセントみたいな、さっき最初おっしゃってたじゃないですか。起業する前は、そんななくなんのみたいな。なくなるよ。なんでなくなるのかなって僕思ってたんですけど。いや、一つはあれでしょ、3年以内、税的な考え方もあるじゃん。そうですね、税的なのと、あとはなんかやっぱお金にだらしない人いるじゃないですか。要は、あと、融資とか受けたときに、だからもう、
返さないといけないお金なのに、なんか自分持ってるみたいな感じで、それで要は車とかそういう高いものを買っちゃう人とか、うんうん、そういう人がまああれなんだろうなと思いましたね。でも潰してまた新しいの建てて、また潰してまた新しいの建ててっていうのをずっと繰り返すから、そういう人たちはね。ああ。だから会社名が毎回毎回変わってる人たちは信用できないっていう。ああ。うん。いうのはよくある話じゃない。なるほど。うん。うん、だから俺も頑張って今6期目7期目ぐらいだけど頑張ってやってるわけで、うん、6期目なわけねえか。6期目だな。頑張ってやってるわけで。株式会社ニャニャイチャイチャパラダイスですよね。あいつ本当にぶっ通すよ。だから公共の放送で言うなっつうんで、だからニャニャイチャイチャパラダイス NIP でニャニャイチャイチャパラダイス本当にやめなさいっつうの。別に普段言うのは別に構わないけど、公共で言うなっつうの。すいません、ちょっとズームだったんだ。本当今多分隣にいたら肩パンしてるからね、本当に。本当にびっくりする。まあそんなお話をしてたらあと10分ぐらいなんですよ。あら、結構早いんです、終わるの早いですね。まあ隣にね本当は入れてくれるともうちょっとこう臨場感があって面白いんだけど、まあ次もう辻ちゃんが出ることはもう二度とないけど。ないけど。一回だけ？厳しいな。一回だけじゃない。面白い、この後ほら YouTube でこれが動画再生、動画がどんどんアップされていくのよ。はいはいはい。このアップされていくとほら何回再生されましたとかいうのが見れるのよ。うん、それでね。見てダメなやつはバツッと良かったやつはもう一回連れてこようみたいなね。そりゃそうでしょ、そりゃそうでしょ。でも仕事の話的には多分結構需要ありそうな話でしたね。まあまあ今日はね、ついちゃんの話って結構響く人多いんじゃないかな、うん、今トレンドじゃないですか、うん、やっぱ SNS マーケティングは。そうですね、やっぱやっていただいた方が、多分ね、その金額がわからないっていうところもね、二の足を踏むところなんだよ、うん、きっと。そうですね、うん、そこはもちろん気になる方がいたらお打ち合わせをさせていただいて。でそれは問い合わせはどこにすればいいの、辻君の。あ、もう会社のホームページからもしくは Facebook からでもいいですけど、うん、なんかリンク貼ってくれたりとかすれば。辻亮っていう打てばいいの。辻亮と検索していただければもう出ますので、うん、まあそれをやればね、一応ね話を聞くっていうこの一つのハードルがまたあって、そのハードルもまた重いからね、うんうんうん、今インスタだ。あ、インスタだね。インスタもやってるしツイッターもやってるし、ツイッターやってんの。ツイッターもやってます、はい、ツイッターちょっと弱いんですけど、うん、はい、ツイッターもやってるし、フェイスブックもやってるし。この時の辻ちゃん痩せてね。ごめんごめん。ごめん、辻ちゃんから見えないんだけど、この写真なんか詐欺だよね。うん、確実に詐欺。痩せてるよね、この詐欺。痩せてる。はい、痩せてますね。まあ。若い。これ何歳の時なの？いや、2、3年前ぐらい、本当起業前に撮りましたね。飲みすぎだよ。完全に飲みすぎだよ。まあ、仕方ないですね。ね、今ちょっとダイエット中なので。ああ、頑張ってください。興味なさすぎでしょ。でも痩せてるんですもんね、今ね。効果出てるんですもんね。効果出てます今。うん、どの辺が痩せてんの今。お腹周りがちょっとずつと、あと体重も減ってきてますね。いいな。そう、山田もやばいもんね。やばいっす。もう体がでかいからまだいいけど、俺もやばいもんな、うん。今度ダイエットの人を呼ぼうか。いいじゃん。いや全然いいですよ。ダイエットの人、うん、もういいでしょう。そうですね。あれ、いや今日の場所ってどこだったんですか。浅草橋ですよ。浅草橋か。言ったじゃん。いや詳細は全く送られてきてなかったんで。また始まった。いや多分送られてきてないんだろうな。うん、いや。これ辻さんを擁護します。まあいいや、見ましょうか。いや結構です。結構です。あれ、えええー、っとよ
読んだ方がいいですか、ね、いや結構です晒し上げる晒すね、詳細がなかったですね。あ、本当まあまあ、あの辻ちゃんはね、こうね、和気あいあいと話せるから、まあ、うんうん、言わなくても大丈夫でしょうっていうのと、そういうことそういうことなんですよ、あいつなら大丈夫でしょうみたいな。本当だって前回ぐらいのゲストで呼びたかったのよ。前々回か、この番組が始まりましたって言って時の、あの2回目のゲスト、3回目だ、3回目のゲストで辻ちゃん呼ぼうって言ってたの。これ僕何回目のゲストなんですか。これ6回目、分かんないっす、もう分かんねえ僕の途中参加なの、うん、そうだね。まあ厳密に言うと3回目なんだよ。うん、3回目、あの、うん、2回あれがあったのか。そう、再放送が、うん、ごめんなさいした時があったのね再放送のあるそうそうそうしかも2回目3回目ですよね。あ、そうそう、2回目3回目、1回目しか撮ってない。3回目の最後舐めすぎですよ、ね、やる気あるんですか申し訳なかったんだけど再放送でってどうするか俺も考えちゃってた。山田来ねえかなと思ってちょっと考えてたら山田君来てくれたんですいませんでした。はい、そんなこと言いながらですね、あと3分前でございます。やばい。あと、あ、そうだ、最後にもう一回ほら辻君のなんだっけ、どこに問い合わせればいいか言っておいてよ。あ、概要欄はここまで。そう、ない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 あの、あるっちゃあるけど、あるっちゃあるよ。あの辻君の何に連絡してくれればいいの。いや別にもうどの媒体でも問わないですね。もちろんツイッター、インスタ、TikTok、YouTube、まあ、YouTube はコメントか。まあ、あ、でもコメントからでもいいんでしょ。まあ、コメントからでもなんか興味あれば、もちろんコメント返信させていただきますし。ねえ、あの、こういうの。会社の、まあ、ホームページに、もちろんメールでのお問い合わせと、あと LINE とか、あと電話番号も載ってるので、うん、そこから、お問い合わせいただいて、もしくはひろきさん経由から繋いでほしいとかっていう、ひろきさんがちょっと本当に繋いでくれるかちょっと不安なところはあります。あいつ本当に嫌なやつだねあいつ本当に嫌なやつだね。本当びっくりするよねなんちょっと嬉しそうです。ちょっとね、いじっていただいてありがとうございますみたいなねあ、コンタクトアースが出てます、ね、あ、本当だね、はい、出てる。あ、こんなのもあるんだね。うん、あ、LINE からも全然といけるんだね。はい、LINE の公式もありますので。まあ、いきなりね、会社に電話して辻亮出せよって言っても面白いかもしれないですよね。辻亮出せよ、ほらさ。今いませんっていう。うち、受付は外注出しちゃってて。ああ、そうなんだ。テレアポセンターみたいなところが出て、要件聞いて、僕が折り返すって感じなので。ああ、そうなんだ。まあまあまあ、はい、ね、一回本当に、SNS 本気でちゃんとやりたいっていう人はね、うん、やっぱりこういうのはね、自分でやるのも重要かもしれないけど、うん、きっかけとしては重要かもしれないけど、いいものを作りたいって思う人たちもね、いらっしゃると思うから、はい、そういうのは作りたかったらぜひメインクの辻亮までよろしくお願いいたします、うんそんな感じでいいかい？もうね、そんなこと言ってたらもう1分前なんだよ。まだあとなんか話した方がいいですかね。いや、結構です。だから1分前なんだ。プライベートの話。もういいって。プライベートの話とかいいですか？この前別れたろ？別れて、今、彼女絶賛募集中なんで。キモだからないんだっつうの。それないんだっつう。それも会社経由、それも会社経由でいいんですか？会社経由。みんなにバレるぞ、お前。辻さんの彼女になりたいですってやつがいっぱい来たらどうすんだよ。いいじゃないですか。それいい。ああ、いいんだ。それ嬉しいですけどね。会社経由。会社経由でそんなお見合いみたいなことしていいのかよ。羨ましいな。事業にしちゃいます。事業に。大丈夫です。来ないから。何の事業だよ。来ねえよ、本当に。来るわけねえじゃん。はい。そんなくだらない話を喋ったら、はい、あと30秒前ですから。はい。はい、ありがとうございました。辻さん、今日はありがとうございました。出演していただいて、はい、ありがとうございました。はい、もう二度と出演することはないと思いますが、いや、次回も
もうあと半年後ぐらいに出る予定を立てておきますので。本当来ないでくれ。反省会ですね、ええ、そうだね、うん、辻ちゃんと飲んでちょっと反省会してからにしよう、うん、次はちょっとひろきさんのお店ができたら、はい、ぜひ、はい、来月の放送ではいます。あ、もうあるんですね、うん、じゃあ来月のであれか、会の後はもう空いてるってことですよね。空いてる、うんうん、あ、OK です。じゃあ三次会で、はい、使わせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、じゃあ今日もこれで終了になります、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。